キューバの地方行政地域は15の州と青年の島の1特別自治体に区分されており、さらに州の内部には168の自治体が存在している。なお、現在の区分はキューバの独立戦争期にスペイン軍が軍事上の危険区域を分離すべく用いていた地域区分に類似しているとされている。キューバは中央集権的な政治体制を採用しており、各州、 地方自治体が有する自治権は限定的である。各州には衆議会が存在するが、その構成員は住民から間接的に選出される。住民はまず次に議会は執行委員会の委員を選出し、その委員は各州に5つ存在する地域議会を構成する。そして地域議会は執行委員会の委員を選出し、その委員が結集することで、 衆議会が構成される。衆議会にも執行委員会は存在し、執行委員会は各段階で議会が有する行政機能の監督を行っている。なお、特別自治体である青年の島のみは島で一つの自治体を成しており、地方自治関連の諸問題において直接中央政府の監督を受けている。 キューバの基礎自治体各州には168の基礎自治体が所属している。1899年のキューバ1976年までの州区分1827年、当時キューバを支配していたスペインによって設置された3つの区域が始まりとされる。その後この区分は1878年までに6つの州となり、独立とキューバ革命後となる1976年の 新憲法まで使用された。1976年以降の州区分1976年の新憲法施行後は14の州と特別自治体であるピノス島に区分された。また、それまでラーバーナ州に所属していた州とラーバーナが分離し、単独の構成体となったのもこの時である。2010年にラーバーナ州は解体され、アルテミサ州とマヤベケ州に分割された。 シティポピレーション、2017年2月22日閲覧、ありがとうございます。